警視庁の爆発物処理ロボットが遠隔操作で爆発物を運んでいきます訓練は東京・板橋区の東武東上線の停車場に電車を入線させた乗務員が黒いバッグを持った不審な男を見つけたという想定で行われ東武鉄道の職員らおよそ110人が参加しました警視庁の爆発物処理班が出動し X 線でバッグの中身が爆発物であることを確認し 遠隔操作のロボットを使い安全に運び出す手順を確認しました警視庁は来年の伊勢志摩サミットに向け引き続きテロ対策を進めるとしています